始まりました。釣り曜日プレゼンツ、悠々魚横丁。司会はこの私、魚ドルこと安西真美です。よろしくお願いします。この番組は釣りやお魚に関する知識から自慢話まで、皆様の釣りライフが楽しくなるようなお魚知識を毎回ゲストをお呼びして釣りやお魚のトークを展開していきます。私も釣りはするので結構お魚の知識はあると思うんですが、すごいゲストが来そうな予感がするのでちょっとついていけるか心配です。最近は稲田の手釣りに挑戦したんですが、すごい大物がかかっちゃってちょっと今筋肉痛です。そんな感じできっと皆様のためになるはずのトークを展開していきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは記念すべき第1回目のゲストはこちらのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎週木曜日に五畳半の狼という釣りのトーク番組をですね、スカイパーフェクト TV の753チャンネルで、MC やらせていただいてます、菅原正史と申します。今日はお招きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、最近では、まあ、悠々魚大学とか長魚識別館とか、そういう魚を見ようとできるだけそういうふうに思っております。小西秀人です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。二人とも釣りの世界では大御所といった感じで、1回目からすごい濃い内容が予感されます。私も魚ドルとして一生懸命ついていけるように頑張りたいと思います。では早速聞いていきたいと思います。まず小西さん、はい、こちらの悠々魚大図鑑ですね、はい、こちら小西さんが手掛けられた図鑑なんですけれども、はい、こちらの、ね、制作中のお話といいますか、苦労された点などありましたら。まあいろいろ多分大変そうな。いや、あのね、苦労って言うと苦労はあるんですけど、はい、まあ釣りが好きなのと、ずっとインターネットとかそういうのでいろんな釣り人と話してて、非常にやっぱり魚が好きっていう人が多くて、でそういう人とね、いろいろ話しながら、これで迷うやとか、この魚が好きなやとか、この魚がわからんとか、そういうのを集めるのが好きやとか、まあ、あのね、本っていうのは作るのはね、何でもいろいろ苦労はあるんですけど、釣りに行けなくて持ってしまう苦労とかあるんですけど、ただね、最近こういう図鑑になってきたら、そのパソコンでほとんどやれるので、それでだから自分一人で好きな世界の中に閉じ込む。そう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 。で時々インターネットつないでいろんなこと聞きながらやってて、ね、これ僕ね、釣りと同じぐらい好きなもんで。あ、だからね、そういう意味では苦労はないって言ったらないんですけどね。でもこの中に結構珍しいお魚の写真とかもあるんですけど、はい、写真も小西さんがいつかとか撮られてるんですね。あのね、僕もね、できるだけ撮るようにして、釣って生きて跳ねてる時の写真っていうのをできるだけ撮りたくて、その典型的なその魚が欲しいんだけど、案外ヒレが短いとかね、これブサイクちゃうんかとか、そういうのも多くて、なかなかなんですよ。インターネットなんかでいろんな釣り人と話しながら、この魚はここが面白い、この魚のここを取っといたら見分けができる、そういうね、話をいろいろしながらやっていくんで、それで自分が取れたやつは取る、で自分が取れんかったやつはその釣り人が取った綺麗なんでお願いする。で、まあ、僕はもともとカメラマンであって、カメラマンでずっとやってきてたんですけど、そのこの頃はね、そのよその人と話し合いしながら、他の人の撮ってきた写真を喜んで使っちゃうが多くて、そうそう、でこれもね、だからそういう意味でいろんな人に助けてもらった、あの普通の釣り人にね、そういう意味でも釣り人のための大図鑑っていう感じで。そうですね、私もこれをちょっと読んで初めて見分けるっていうことをなんか面白いと思ったんですね。で多分こう菅原さんもそう思われて、っていうことだと思うんですけど、この2人の共通点なんでしょうということで、この図鑑が2人を引き合わせたんですけども、そのお話をちょっと聞きたいんですが、この図鑑と出会ったきっかけというか。釣りビジョンで、プレゼントをさせていただいたのが、まあ、この本との最初の出会いではあったんですが、僕自身もね、まずこの腰巻きに生きた写真と詳しい解説で釣った魚が必ずわかるって書いてあるじゃないですか、はい、でこれってね、作り手側としては相当難しいところですよね。
必ず分かるんですよ、だって本当にみたいな感じでしょ。で、僕らその釣り好きとしてはかなりこの眉唾で、本当かなと思って開くじゃないですか、はい、そうしたらね、あの既存のいわゆるこういう辞典っていうのは、辞書っていうのはこう開くと、例えば水中の写真とかダイバーの方がお撮りになって、それは確かに魚の躍動感だとか、あるいは生命感だとかはこう統一してるんだけど、なかなか例えばヒレの形だとかね、はい、模様だとかっていうのは水中に入って泳いでる時ってよくわからないじゃないですか。かといってこう精密なイラストで描かれた図鑑っていうのはなんか生命感がないですよね、魂がないというか。そう、ところがこの魚大図鑑、これはね、ほら釣ったばっかりの、うん、こうまさにこう釣り上げてポンとここに置いた時のね状態が全部こうやって綺麗に写っているので、本当に釣り人にとってはね見分けやすい。この本のことを菅原さんがブログの方で紹介していただいて、こちらとちょっとつながったというか。ですんでね、はい、不可解な魚ってよく釣れるんですよ。なんじゃこりゃってやつですね。なんじゃこりゃっていわゆるお魚屋さんの店先に並んでないような魚が、はい、特に南国とかに行くと見たこともないでね、やっぱりそれをこう自分でこうデジカメでこう撮っておいて、で家へ帰ってからね、あの魚は何だったかなっていうのがね、なかなかやっぱり他の図鑑だと分からなかったのがこれではっきり分かる。特に一番僕が感動したのは、一番最初にこれで調べたのはね、大口ハマダイっていう魚だったんですけど、はい、それはねちょっと今日、はい、写真をご自身で釣った写真が、はい、釣りの専門のフォトグラファーの方にこんな素人のスナップショットを見せるのが非常にいやでもすごい、あれなんですけど、はい、これがね、こちらにいるのが、磯マグロ、南西諸島方面では磯んぼなんていうふうに、ね、呼ばれてますけれども、でこちらがね、ほら大きななんか鯉のぼりみたいな、そうですね、ね、はい、一瞬なんか金魚のお化け釣りちゃったかなみたいなよわけわかんなかったんですよ。で僕昔八丈若鞭っていうのを、はい、小さいのを釣ったことがありまして、それにしちゃ随分大きいなと、でこれ何なんだろうってずっとわからなかったんですけど、この魚大図鑑のとこを見て、まあ、おそらくは多分これは大口浜大に違いないなという、なんか初めてこう連立の方程式が解けたような問題が解けた子みたいな感じですっきりって感じですね、うん、でそのことをね、はい、ブログにちょっと書かせていただいたんですけどね、はい、大口浜台は珍しいですよね、うん、これ場所どこですか。これは、与那国島で釣ったんですけども、こちらの写真で見てもお分かりの通り、こう磯マグロと混成してた同じような岩礁帯に、水深250メーターぐらいだったかなにいましたね。でジギングで、釣ったんですけど、はい、でもこちらの大口浜台と八丈若鞭っていうのの違いがこうはっきりと分かってしまうぐらい、この図鑑にはいろいろ見分け方について説明が書いてあるんですけども、ね、今日はちょっといろんなお魚をこう説明していただこうということで、はい、ちょっと魚の写真を用意したので、ちょっとそれを見ながらお話を聞きたいと思います。はい、悠々魚大図鑑と釣魚識別図鑑が携帯で楽しめる釣り曜日モバイル。釣った魚ぐらい分かるなんて言ってるそこのあなた、その味本当にマジですか。一見そっくりでもよく見ると微妙にヒレの位置が違ったり、模様の違う別の種類だったりするんですよ。これを知ると釣り合う料理の時に新しい楽しみ方ができちゃうんです。どんなモバイルサイトかと言いますと、とにかく釣魚データがぎっしりと詰まっています。釣魚検索や模型探索で24時間いつでもどこでも魚を楽しむことができ、調べた魚の特徴や見分け方のポイントまでバッチリ分かっちゃいます。その他にもクイズを解いていくうちに魚に関する知識が身につく悠々魚トレーニング、釣った魚を美味しく食べるための調理方法やアドバイスが読める料理エッセイ西潟市場などなど、釣り人から料理人、市場で魚を扱う方まで必見です。ちなみに私はスーパーでお魚を買うときに書いてある名前が合っているかを調べたり、そういうときに別の種類を見つけたり、お寿司屋さんでネタの名前がわからないとき、カウンターの下でパパッと調べて知った顔をして注文してみたりしています。
本格的な検索から私のような変わった使い方まで、使い方はあなた次第。釣り曜日モバイル、ぜひ一度アクセスしてみてください。